以前にもこのチャンネルで韓国のルノーサムスンが業績不振でやばいとお伝えしましたが、いやー、ついに希望退職を募り始めました。また iPhone のパネルを生産しているサムスンディスプレイも人員削減を開始。サムスン電子は副社長イ・ジェヨン氏の贈収賄スキャンダルで未だ復活の目処立たず。しかしこのような状況下でも労働組合は一歩も譲らず。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。9月4日付の中央日報は、サムスンディスプレイ入社5年目以上の希望退職者募集というタイトルでこのように報じています。サムスンディスプレイが収益性が悪化した大型ディスプレイ事業で人員削減を図っている。業界によると、サムスンディスプレイは最近大型ディスプレイ事業部の職員を対象に希望退職者を募集しているという。対象は入社5年目以上の生産職と事務職で、希望退職者には業界平均以上の慰労金を支払う。サムスンディスプレイの関係者は、希望退職は常時運営している退職制度であり、人為的な人員削減は考慮していないと明らかにした。入社5年目以上の生産職を削減するのは、アサン工場にあるテレビ用液晶ディスプレイの減産のため。現在世界は次世代の有機 EL ディスプレイ OLED へとシフトをし始めており、早めにマーケットでのシェアを確保したいのでしょう。またサムスンディスプレイがアップルに納入している iPhone 用のパネルも、アップルが中国企業に変更するかもという情報がちらほら。大型そして小型までパネルのシェアが縮小するかもしれない状況となっております。一方、自動車会社のルノーサムスンも大規模な希望退職者の受付を開始。ルノーサムスン希望退職を今日から受付。業界400人台予想。釜山工場の日産ローグ委託生産終了と国内内需市場の不振が重なったことを受けて、費用削減策を打ち出したものといえる。労組は強行闘争を予告している。いつか業界によると、ルノーサムスンはこの日社内にニュースタートプログラムを告示し、6日から27日までの3週間希望退職を受け付けることにした。ルノーサムスンが大規模希望退職に出たのは2012年以降7年ぶりだ。業界では構造調整対象人員を400人前後と予想している。ただし会社側は希望退職予想人員を設定していないと明らかにした。希望退職が受理された申請者は来月31日付で退職しながら、最大36ヶ月分の給与を支援金名目で受け取る。勤務研修に伴う退職金は別途支給される。ルノーサムスンは希望退職申請者の中に大学在学中や進学予定の子供がいる職員には、子供1人当たり500万ウォン約44万円の学資金を支給することにした。ルノーサムスン関係者は、最近退職者がいない状況で申請者に限り希望退職を実施し、競争力を高めるための措置とした。人材構造調整が具体化し、ルノーサムスン労働組合は反発している。労組は全ての手段を通じて強力に対応するという立場を明らかにした。いやー、ルノー側にとっては韓国の通貨が安くなっている今が退職金を払うチャンス。経営者側としては良い判断をしたと思っているでしょう。400人前後ですか。たったの400人と思う方もいるでしょうが、自動車はロボットの発達で従業員の数はそんな多く必要はありません。また生産縮小に伴い
パーツを納入している中小企業にとっても大打撃。そうなると潰れる企業も出てくるでしょう。がしかし、そのような状況下でも未だ労働組合は猛反発。従業員の首切りが始まってもまだ給料もらいながらストやるんですかね。なんかわざと混乱させて解決しない、ルノーを撤退させるのが目的のように見えるのは私だけでしょうか。もしそうだとしたら、どういった人たちがやってるんですかね。興味津々です。以上、最後までご視聴ありがとうございました。